よし、こっから飛んで。ワンコと少女ですね。僕の好きなこと、嫌いなこと。ほう。あの女の人何してくんだろう。犬の方はなんだか元気がなさそう。ゾーイ、ゾーイグラブにいるね。名残惜しいのはわかるけど、諦めて元気を出して。ワンちゃん元気がないみたいですけど、どうしたんですか。お気に入りのディスクをなくしてしまってからこの調子なのよ。この子、違いがわかる子だから新しいディスクには見向きもしないの。食欲もないし、このままじゃ病気になって死んでしまうわ。食欲がないなんてかわいそう。それは深刻な問題だな。よかったら私がそのディスク探してきましょうか。それは嬉しいけど、でも見つかるかしら。うちの使用人が総動員でハビーナジを探したけど見つからなかったから。私、探し物は得意です。どのあたりでなくしたんですか。ここハビーナの中央の島よ。噴水がある広場のどこかだと思うわ。噴水ね。あ、よかったらこの子ゾーイも一緒に連れて行ってあげて。気晴らしになるかもしれないし。わかりました、おいでゾーイ。お散歩かな。なんでアヒルも一緒に行くの。おもちゃをなくした日の散歩はここからだって言ってたよね。散歩中に落としたならきっとあるはず。でも飼い主さんが探しても見つからなかったんだから、闇雲に探してもダメだよね。そうだ、ゾーイの嗅覚で探すのはどうだろう。なぜそれを最初にしなかった。フライングディスク探し。ゾーイは鋭い嗅覚でフライングディスクを探します。怪しいと思った場所でゾーイを呼ぶと、四角ね、はい、その辺りを探索させることができます。ゾーイから離れすぎると呼んでも気づかないことがありますので注意しましょう。おう、こんな感じ。めっちゃクンクンしてるね。かわいい、あらかわいい。どの辺探せばいいんだ。おいで。おお、急カーブしたね。めっちゃ近くだけど、ここら辺ではないんだ。あ、これで探してくれるのかな。霧がかかったな。この辺探してみね。あ、なんか見つけた？鳥！鳥さん！鳥さん？あ、ワンコ。なんか見つけた？うん。さっきのジジイじゃねえか。ん？なんだこの犬は。もしかして犬のおもちゃを拾いませんでしたか。犬のおもちゃ、そんなもの知らんな。そうですか、吠えてるからてっきり。どうして吠えたんだろう。うむ、わしが懐に隠している
高級肉串のせいかな。なんで懐に隠してんのそれ。なるほど、食べ物に釣られたのね。それならしょうがないね。じゃあちょっとこの辺、オーキー、あれ、あ、下行っちゃった。またお前、またお前じゃないか、また人。ジュジュンラ、あのこの辺りで犬のおもちゃって見ませんでしたか。か、犬のおもちゃかい。ああ、そういえば女の子がフライングディスクを持ってるのを見たね。女の子は持ってた。ありがとう、探してみます。女の子、女の子か。まあちょっとまずゾイ呼ぼう。ゾイで、女の子、女の子、この子は女の子。男の子っぽいね。女の子、女の子女の子っぽくはないけど。あ、いたいたいた、女の子こっちじゃない。よしよしよし、おいで、きっとこの女の子だよ。どう？ああ、おおお、違うのかな。でこの女の子は何深呼吸してんの、ずっとここで。なんか見つけた？おお、あ、鳥また鳥さん。もう、また鳥さんか。あ、犬が気になっただけ。いや、女の子って言ったらこの子、この子じゃないの。オーキー、なんかもうあっち行っちゃったし。どう、これ見た目男の子だけど、だよね。この女の、この女の、女の子ではないけど。オーキー、どう、ゾイ、匂う？なんかこの女の人からなんか変な匂いする？どう？お、当たりか？あら、かわいいワンちゃん。この辺りに犬のおもちゃが落ちてませんでした？さあ、知らないわ。じゃあどうしてゾイが吠えたんだろう。私の香水のせいかしら。新鮮な果物が原料なのよ。おほほ、はあ、ああ、食べ物に釣られてる、しょうがないな。だろうと思ったよ俺は。うん、あ、女の子いたわ、俺好みの。あ、違う、間違えた、ごめん、間違えたわ。ちょ、余計な情報だった。そう、いたよ、女の、女の子。どう、匂う？何か、何か、あの女の子特有のなんか匂い、匂いする？なんでアヒルついてきてんの、ずっと。見つけた？いや、犬怖い。こら、ゾーイ、そんなに吠えたらダメ、この子が怖がってるよ。ん？もしかしてこの子がおもちゃを？ジュモ？ねえ、犬のおもちゃ知らない？探してるんだけど。し、知らないもん。犬のおもちゃなんて見たことないもん。ん？
この反応は。やっと。あのね、このおもちゃはこの犬ゾーイのお気に入りだったの。おもちゃをなくしてからすっごく落ち込んでご飯も食べないんだって。キャブ、あのディスクは私が見つけたの。だから私のだもん。あ、ちょっと待って、逃げたなあいつ。あの年で盗みを働くなんて、なかなか。ディスクを拾ったのは絶対にあの子だ。逃げられちゃったけど、でも円形劇場の島に逃げ込んだのが見えたから、そこを探せばさっきと同じやり方、ゾーイの嗅覚で見つけ出せるはず。いや、もう嗅覚いらないんじゃないの。女の子を探せと。早速走ってったけど、どう？なんか匂う？おっさんのカレー臭の匂いする？ゾーイじゃないか。よしよしよし。ゾーイのことを知ってくの？何度かゾーイの散歩を頼まれたことがあって、なるほど。ところでこっちに女の子が来なかった？ああ、女の子なら円形劇場の裏手に走ってきましたよ。隠れなくちゃって慌ててましたけど、かくれんぼの途中ですか？劇場の裏手ね。ありがとう。よし、裏手っていうとあれが表？また香水の匂いなんかじゃないの？これもしかしてデジャブってやつじゃないの？これ。あ、全然全然全然吠えもしなかった。じゃあそこに、あ、いないか。裏手でしょ。オーキー、どう、この辺どう？ゾイゾイどう？嗅いで。ちょっと、まさか断層してるとか。どう、見つけた？わーい、ゾーイ久しぶり。こらゾーイ、この子は男の子でしょ。探すのは女の子よ。僕はゾーイと仲良しなんだ。僕を見るとゾーイはいつも挨拶してくれるんだ。ゾーイは最高級の血統書がついた高貴な犬なんだよ。船一隻と同じ価値があるから気をつけて、世話をしないとダメだよ。船と同じ？気をつけます。なんちゅう犬なんじゃい。上手って言ってたけど、隠れてるパターン。いや、この辺とかなのかな。うん、だけどちょっと違うっぽいね。そしてゾイいなくなったね。あ、いたわ。ゾイ、ゾイ、ちょっと。ゾイ、おいで。オーキー。ゾイ、この辺は？はい。ゾイ、偉いね。まあ、鳥好きな。すぐ鳥んとこ行くな、お前な。うん、でしょうね。でしょうね。知ってくんだよ。お前が鳥にご就寝なのは知ってくんだよ、俺は。
この辺は嗅いでみて。いるんじゃない？この辺に。なんかタグいっぱいあるし。ほら、なんか見つけたっぽいよ。いたわ。見つけた。あのね、私もゾーイも別に怒ってないよ。ただあのディスクはゾーイの大切な宝物なの。だから返してあげて。大事な宝物が返ってこなかっただけだって悲しいよね。私本当はゾーイと遊んでみたかっただけなの。でもママが犬が嫌いだから私も犬と遊んじゃダメって言われてて。ごめんなさい。ディスク、ゾーイに返す。おお、またなんか個性的なデザインね。皿みてえな。皿反対にしたような。そういうことか。それなら、あのさ、今から一緒に遊ぼうよ。ゾーイとディスクで。せっかくディスクが見つかったし、ゾーイもあなたと遊びたいって。いいの？私もゾーイと遊びたい。はい、この皿ね。完全に皿。ところでフライングディスクってどう遊べばいいのかな。知らないの？知らないの？じゃあ私が遊び方を教えてあげるね。私があそこって言ったところに投げるの。上手に投げればゾーイが取りに行ってくれるの。投げるときはこの丸いところからだよ。外に出ちゃダメだよ。取りに行くのはゾーイのお仕事だから。私は投げるだけ。それなら簡単そう。変なところに投げないでね。ゾーイが取りに行けなくて困っちゃうから。うん、よくわかった。じゃあ早速始めようか。ねえ、キテンが投げんの？フライングディスク遊び。丸を押してフライングディスクを指定されたエリアにうまく投げ入れましょう。ディスクがエリアに入るとゾーイが取りに行き満足度が上がります。上手に投げてゾーイを満足させてあげましょう。は、今普通に日本語であっちっつったよね。と、全然飛ばねえ。全然飛ばねえな。あっち。この辺？全然飛ばねえな。もっと上かな。あっち。と、こう。そういう遊びなの。普通さ、投げたやつをさ空中でキャッチするとかそういう高貴な技じゃないの。俊敏。あっち。なんかダスティも遊んであげたい。どう？ナイスキャッチではないんだな、ゾイ。毎回回るんだな。あっち。あっちっていう声が可愛いんだけど。どう？ちょっと飛ばしすぎた。飛ばしすぎたな。ちょっともうちょっとこのぐらいか。あっち。どうだ？いいね。そういえば右上にゾイの満足度があることを今更ながら気づいた。あっち。このぐらい。あちょっと階段の段差を計算に入れてなかったよ。
嘘でしょ。え、いいの？今の良かったの？もう際の際だったけど。いい感じ？あっち。あっち。このぐらいかな。ほ。どう？さっきの良くて何が違うの？このぐらいかな？余裕よ。私は何をしていくんだろう一体。ジュジュレイ。ゾイ。どうゾイ。あと一回ぐらい。パッチ。パッチ。このぐらいかな。あ、ジャスト。ダスティごめんね、かまってあげられなくて。ごめんな、ダスティ。おお、満足度が。はい。よかったね。いっぱいゾウイと遊べてすごく楽しかった。よかった、ゾウイもいっぱい遊んで元気になったみたい。そろそろ戻るね。ゾウイの飼い主さんもきっと心配してるから。帰っちゃうの？やっと。うん、飼い主さんも待ってるしね。どうしよう、この子寂しそうだな。シプレラ。そうだ、重力クラブで一緒にみたいな、ランデブーしようぜって、そういうことかな。全然違かったね。まあゾウ行ったらこんなに元気になって、ありがとう、ディスクを見つけてくれたのね。実はディスクを見つけてくれたのは私じゃなくてこの子なんです。え、あ、え、わ、私？あなたなの？ありがとう、あなたはゾウイの恩人ね。それにゾウイと遊ぶのはすっごい上手なんですよ。ゾウイも楽しそうでした。まあディスコを見つけてくれてゾウイとも遊んでくれて、なんて素敵な女の子なの。これからもゾウイと仲良くしてね。もちろんだって私ゾウイの友達だから。ゾウイが元気になったし、女の子はゾウイと仲良くなれたし、空飛ぶディスクがつないだ友情かな。めちゃくちゃいい話じゃん。きっとやぶねえ。ダスティが唯一なんか不満そうな顔してるけど。ペットの愛情。おう。ペットの愛情ね。あ、これ犬がキトゥンに寄ってくる。ちょっとあまりに唐突すぎて連呼しちゃったけど。いや、これって何？必要？まあいいか。じゃあ今日はこの辺にしときますかね。ちょうどいいし、なんかあそこのジムだけなんか拾っとこう。じゃあなんか今日はなんかいい話だったね、なんか最後。よし、じゃあ今日はこんな感じで、また次回よろしくお願いします。